おはようございます。ということでですね、今日はエルチアル店のまあ主要なところを行きたいと思います。1泊2日の、トレッキングになると思います。見てください、このもうカメックスみたいなね、最終形態、まあ、こういう風な感じで、最終的に旅をできれたら。いつもなんか風が強いですね。これ上に行ったらどんな感じになるのか。風が強いです。風と人がとっても多いですね。やっぱり年末です。今日は見てください、これめっちゃ綺麗。今日本人の人たちがいました。俺としてうわーって感じだったんですけど、あっちはこんにちはみたいな感じで全然珍しくないんかな、日本人。キャンプがもうすぐ近くにあるので、そこまで行ってみましょう。ラグーナです。ということで、一つ目のキャンプ場に着きました。僕は今日ここには泊まらないんですけど、結構多くの人がですねキャンプ張ってますね。全然人がいないですね。キャンプ場まであと少しです。もうちょっと、あと30分ぐらいで着くはずです。だいぶ平原になってきました。すごい綺麗ですね。はい、着きました。ここですね、ポインセントってところです。もうすでにたくさんの人がキャンプをしています。はい、ということで出来上がりました。はい、ということでこれから、400m の高低差があるんですけども、やっていきたいと思います。すごい人の量。まあ今日はめっちゃ天気から。もう少しで向こう側に着きます。いやいやいや、まあでもそんなに辛くないトレッキングですね。言うて1時間半ぐらいのトレッキングですが、まあゆっくり歩いていけば。休息しなくても行ける感じです。めちゃめちゃ綺麗です。これがあれなんですかね、パタゴニアのマークなんですかね。フィッツロイの横にもですね、こんなラグーン、下ってきました。で今からですね、ちょっとピエドラスブランカという、まあ、平原をねポンポンポーンといく感じなので、今回はすごい楽です。なんで行ってみましょう。日本人めちゃめちゃ多いですね。着きました。ハンギンググレイシアですね。ここにかっこいい、あ、これいいですね。ここに1週間も掘りされたんで、ホリホリ、あ、ホリホリね、通称ホリホリ通称ホリホリ、あ、
エルチャルテに 3年連続ですか、うん、3年連続来て今日今回は1週間もここに滞在したと。栄養失調で栄養失調でもう帰国せざるを得ないって今日はエルチャルテに行きたいと思います。どうぞ。お前の機会どうぞ堀さんの全然でかい。売るようじゃないですね。じゃあやっぱそういうのがいいな。はい、ということで今2時間ぐらい上げてきまして、見てください、めちゃめちゃ綺麗ですね。あれまた違う、トーレというとこらしいです。比較的まあ滑らかな道だと思いますね。景色がこちらです。氷河がある、素晴らしいな。はい、ということでですね今年2020年、今日本はですね、明けましてですね、チリはね、これから12時間後なんですけども、日本はもう明けたということで、日本人としてはね、すごくいい、2020年を迎えられたと思います。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。見てください。綺麗。ということで、次の動画でまたお会いしましょう。チャオ。